中国の6日目ですかね、来てます。どこに来てるかというと、中国は敦煌、世界遺産ですね。敦煌の世界遺産といえば莫高窟ですね。ここまで来ました。8時に敦煌の中心部からバスが出てるということで、乗ろうと思って7時15分に起きて、7時48分にはあらかじめ調べていったバス停に着いたんですけども、一向に来る気配がありません。まあ乗ろうとするお客さんも数人いるかいないかで、駅行きのバスのうんちゃんがなんだか9時発のようなことを言ってたんで、タクシーに乗ってやってきました。メーターを倒さずに料金交渉で50元ということでした。まあ20数分、25キロ50元というのは真っ当なところじゃないですかね。日本円で870、80円ぐらい、まあ安いっちゃ安いですね。しかしこの莫高窟、私に言わせれば最低の世界遺産ですね。タクシーを降ろされたのはいわゆる公安の詰め所みたいなところです。それ以上多分入っていけないということですよね。その後タクシーとかが入ってきてるのは見たことないんで、とんでもないです。そこから20分ぐらい延々と道を歩かせられて、レセプションみたいなとこ来たんですけども、全部閉まってて、切符を買いたいって言っても売ろうというか閉鎖状態で買うことができません。全く、スマートサイシーングと中国の国家観光局が、観光元年ということでしょうか、そういう観光に力を入れてる割にはお粗末極まりないですね。昨日の、砂山が最高に近い観光地であったのに比べても最低ですね。この莫高窟自体は、まあ、それなりの価値はあるんでしょうけども、システムとして観光を捉えた場合、どうしてここまで来て、どうやって帰るか、チケットはどうするんかと、全くそういうあれが不親切で何もないです。もうシステムとしてはもう最低の世界遺産ですね。人が少なければ少ないなりの対処の仕方はあるはずで、こういうことをやってればもう二度と来たくないですね。もうだから私もチケット売り場どこにあるかわからないですけど、一銭も払う気ないんで、もう外側からこういうのを取るだけ取って帰ろうかと思います。もうがっかりですね。たとえこれが素晴らしくても、そういうトータルで考えてみるとお粗末極まりない。道路も最悪ですね。途中10分以上はもう凸凹のとんでもない道を走ってきましたし、まあオフシーズンということを考えても、こういういい加減なことするんやったら閉鎖した方がいいですね。以上、怒りの現場中継でした。さようなら。在前。